手杉隆のニュースリテラシー。オリンピック都議選、果たしてどうなったの？どうなるの？ということで、2021年の7月5日、時刻は夜です。なんだこれ、11時過ぎて。やばい、帰んないと。はい、ニュースリテラシーなんで分析をします。都議選が昨日終わりました。予想の事前の予想ではですね、都民ファースト惨敗、自民堅調というようなことだったんですが、結果蓋を開けてみると、まあ全然メディアの予想とは違って、都民ファーストが30議席を超える、議席を獲得し、第1党の自民党からくもですね、第1党の地位を奪回したんですが、それでも 1,2 議席の差だと、まあ、こういうことになりました。なんでこんなことになったのということと、もう一つ、オリンピック、ということなんですが、なんでこの2つのニュースを一緒にやるんだ今日はというふうに思うと思うんですが、実はね、このオリンピックと東京都議選は大きく関係しております。それに対してマスコミ報道がよくわからないというのも実は関係してて、複雑な方程式に見えるんですが、ここを簡単にね、説明したいと思います。はい、ということで、この3つの要素何に関係してるのというと、簡単にまず非常に前提を話します。そもそも今回のオリンピック東京有招致誘致を決めたのは基本的には、都議会自民党です。都議会の自民党がまあ持ってきたと、つまり都庁ですね。当初ですね、野党の当時の民主党は反対してました、オリンピックは。ということで、今回選挙やった方の自民党がオリンピックやりましょうと言ったのが言い出しっぺです。そしてですね、その言い出しっぺだった自民党がなぜ伸びなかったかというと、やっぱりオリンピックに対する嫌悪感、コロナ対策を含めてですね、やはりオリンピックダメだと言えないわけですよ。そうすると、35万人の東京都の署名というのも、ニュースになりましたね。潜在的にオリンピックはもう中止してほしいという声があるにもかかわらず、そこをですね、まあ、ねぐって選挙戦に入ったと。じゃあなんでそれマスコミ報じないのっていうのがこの2つ目の要素ですね。メディア、これはですね、日本のメディアが、まあ、世界のルールを破ってですね、スポーツイベント、今回はオリンピックですね、のスポンサーになってるんです。これやっちゃいけないんですよ。私がニューヨークタイムズもそうですけど、イベントとかそういうものの、主催というかスポンサーになった場合どういう対応をするか、まあ、基本的になりませんけど、客観性がなくなっちゃうんで、利益相反ですよ普通に考えたら。どういうふうにするかというと、スポンサーになった場合は記者バッジ、つまり私たちに取材しませんって返すんです。今回はスポンサーなんで応援しますから。そうですよね。そうしないとフェアじゃないから。ところが日本は、クロスオーナーシップで結ばれている新聞がテレビと一緒に全部オリンピックスポンサーになったってことは、自分たちがスポンサードしているものを批判するわけないわけですが。もう朝日新聞もそうですよ。基本的には誰も文句を言えない。つまり、大本営発表ごとく、欲しがりません、勝つまではの状況になった、まあ、いわゆる日本のですね、敗戦というか戦前と一緒ですよね。オリンピック、是が非もやるんだと。学徒とかいい、子供でもいいんだと。もうコロナ関係ないと。心を強く持てばコロナなんていけるんだと。まあ、こんなようなところに、普通だったらメディアが、機能を果たして、いやいやいや違うだろうと言うんですが、スポンサードしてるということで、まあ簡単に言うと金で買われちゃったわけです、メディアが全部。もう一回言いますよ、日本のメディアは金で買われてるんです。そんなのフェアな報道が出るわけがない。そしてそれをオリンピックを決めた自民党に対して批判的なことも言えない。そして自民党の方はオリンピックを反対と言えない、自分たちが持ってきちゃったんで選挙だから。で、そのような中で、都民ファーストというのは、オリンピックに対して批判的な、否定的な立ち位置にしましたね。で、都知事の小池さんは、どっちにも言わないということで、まあ入院して、基本的にはどちらも応援しないというところに立ち位置を置いたんです。
まあ、これも勝利ですね。で、まあ、小池陣営はね、これ選挙非常にうまいんで、30議席っていうのを読んでました、票読みしてて。で、それで、まあ、荒木代表も含めてですね、最終日にバッと入って、まあ、スピンコントロールやってるんですけどね、基本的にはそこのところ、もうほんとは第一党を取る予定だったんですけどね、第一党、ほぼ第一党まで取ったと、いうことで、まあ見事ですね。そして都議選は、これは実は、ほぼ、予想通り、第一党である都民ファーストの狙い通り、ちょっと1、2議席かけちゃいましたが、その通りだったと。2つ目、都議会自民党はもともとオリンピックに反対できないんで、票が出ないということが分かりました。東京都の都民の方は35万の署名と同時に、もうオリンピックに対する嫌悪感、それから潜在的な拒否反応というものを、この選挙にぶつけてしまったと。そして、もう一つ、メディア、スポンサーになってしまったんで、このこともすら言えないと。で、国政関係ないです、これ、はっきり言って。今、現時点では。まあね、時期が近いから10月までだから。影響はあるかもしれないけど、影響というかね、トレンドですよね。まあ、一人区でって言ってますけど、都議会の一人区と国政の一人区っていうのは、はっきり言ってそう違うわけですよ。選挙区の大きさも違うし、国政の方がむしろ狭いですから、東京の場合は。もう何を言ってるんだろうと。要するに自分たちの、金で買われた日本のメディアがごまかすために、1、本当のことを報じなかった。2、小池さんの含めた都民ファースト、それから自民党が、要するに政党の都合ですね。それがオリンピック反対と言えなかった。小池さんは分断することによってオリンピック反対と言わせたと、ガス抜きで、都民ファンに。これは、まあ、その2つ目の理由。そして、3つ目が、いわゆるオリンピックそのもの、ということで、この都議会の選挙というのが、まあね、基本的にはこの時期に来てしまったというのは、まあ、不幸だったということですね。いずれにしろ、その辺の危機感のなさの自民党、都議会自民党、それから、金で魂を買われた日本のマスコミ、そしてですね、まあ、都民ファーストというね、まあ、これ、小池チームと言っていいんですが、まあ、選挙公社、これが噛み合って、本当のことが書かれなかったということで、今回のオリンピック都議会報道というのが、皆さんのリテラシーを高めるための材料としては抜群にいいものなんで、もう一回ね、ネットニュースも含めて、いろいろ検証に使ってください。今のような要素がありますから。結局、金、利権、そして自分たちの言ったことに足かせがはめられてしまったと。まあ、こういうようなことで、情報を皆さんに届くニュースのリテラシーが、ニュースのそのものが大きく歪んでいたと。で、こういうところを読み解いていって、騙されないようにしてくださいね。以上、上杉魂のニュースリテラシーでした。それでは、じゃあ。